はい、どうも、スカイチーステックな怠け者、てっけてっけです。はい、とつて、はい、今回の動画では、こちらエンテイちゃんの結論動画ですね、出していきたいと思いますが、はい、今回のエンテイちゃんの私のチャンネルでの、まあ、実際に各副将ちゃんたちとの対マン戦ですね、それと団体戦、まあ、デッキ戦をやってみた戦績だったり、まあ、戦闘から予想できる得意不得意ですね、っていうのを記号で表してみました。まあ、ちょっと今回バグなんかもあって、対マン戦の方は、YouTube チャンネルで映像としてお届けられているのが、まだバグが修正される前の戦闘映像になってしまっていますが、まあ、その後私の方でバグが治った後ですね、対マン戦も一通りやり直しました。でその知見を踏まえてここに書き直してますね。一応生配信なんかでも対マンの映像を少し載せてますが、やっぱりスキル2の火力が爆上がりしたのが結構効いてますね。いい感じでした。特にタンク相手に殴るとき。そして、まあ、この動画に関してはあくまで私のチャンネル内の条件でエンテイちゃんを戦わせてみた結果からエンテイちゃんの、まあ、結論ですね、っていうのを話していく内容になりますので、まあ、例えば、ハイカキンのプレイヤーさんだったり、まあ、装備の仕方、装備の整え方、周りの味方をどれぐらい育成できるかだとか、あと、1000円装備まだ1個も装備できない人なんかは、ちょっと結果が変わってきてしまったりする可能性もあるので、はい、その点はあくまで一環境下における最終日の結論となりますので、その点はご了承ください。はい、ですが、まあ、まず結論、先に言っておくと、めちゃくちゃいいキャラクターでした。ただ、燃焼キャラクターはデッキにもう1体は最低でも欲しいなっていうところですね。はい、あと弱点として反射だったり、卑弥呼みたいな道連れ系すり抜け防御虫攻撃、はい、あと剥がれない残影ですね、のキャラクターを殴りに行くのがかなり苦手なんで、まあ、そこを攻略できる別のキャラクターですね、まあ、ここ3つ一気に解決しようと思ったらオーディンが全部できますね。反射キャラクターに対してもオーディンの道連れ攻撃で落としていったり、まあ、道連れ系キャラクターにはオーディンの精霊カットですね、で道連れダメージもカットできるし、はい、剥がれない残影に関しても、まあ、オーディン必中キャラクターなんで、そういった残影キャラクターも殴って落とすことができると。まあ、その他のキャラクターだと、最近の結婚キャラクターのリコーちゃんなんかも結構ここら辺対応できますね。一気に3つ。まあ、あとはタンクだとアーサーなんかを持ってれば、まあ、道連れ系防御無視攻撃、アーサー精霊カットでカットできるし、剥がれない残影に関しても、剥がせはしませんが、アーサーも。カウンターの反射でそういったキャラクターを落とせるんで、アーサーもここら辺に対応、まあちょっと反射キャラクターとのぶつかりはアーサーあんまり得意じゃありませんが、半分ぐらいできると。はい、という感じで、まあ苦手の部分の克服キャラとしては、アーサー、オーディン、リコーとか、まあそこら辺と組ませると、だいぶ動きやすくなるなっていう印象を受けました。はい、あともう一個組みたいのは、蓄力キャラですね、やっぱり。まあ、このキャラクター自体反射にやっぱり弱いんで、反射キャラクター殴ってしまった時に少しでも反射耐性つけておくべく、まあ、蓄力キャラクターに蓄力をもらっておきたいと。で、できれば、ダッキーみたいな2名に対する蓄力キャラクターよりは、4名に対する蓄力の小王や大使名、まあ、特に反射耐性上げてくれるのは大使名ですね。で、大使名、血清もつけてくれるんで、エンテちゃんのメッセの上から血清でカバーして、メッセが壊れづらくなるっていうような相乗効果もあるんで、まあ、大使名が一番いいですね、蓄力キャラクターだと。で、下手にダッキーみたいな2名蓄力キャラクターだと、このエンテちゃん、火種を味方につけることで、味方が勝手に火力アップしていっちゃって、下手したらエンテちゃん以上の火力になっちゃうんですね。そうすると、ダキの2名蓄力だと、エンテちゃんに行かない可能性あるんですよね。実際私も戦闘でそんなシーンありましたが、そうすると、反射耐性が上げれないというような感じで、大使命がベストですね。まあ、実際に戦わせてみた私の体感だと。あとはやっぱり何といっても、スキル1でクリティカルを安定化して出すために、ハクタクと組みたいです。まあ、特にレベル差で負けるとクリティカルが出づらくなるっていうのが放置少女の裏補正なんで、弓章というのはそもそもレベル差で負けるとかなり不利なんですが、せめてもの火力アップですね。で、スキル1がクリティカル補助が少ないんですね、エンテちゃん。なんで、ハクタクは入れたいですね、デッキに。ノーマル連撃だと、やっぱり火力としては、せっかく高火力なキャラクターなんですが、やっぱり火力としては情けなくなってしまうので、まあ、スキル2の方は、敏捷で勝って角クリになるんで問題ないですが、スキル1ちゃんと強くしたいですね。はい、とつて1つ目、燃焼キャラ、2つ目、3種苦手部分対応キャラ、3つ目、蓄力キャラ、4つ目、クリ率アップ系バッファーが今デッキにいる方は結論、投与かなりおすすめ度が高くなるというのが私の最終意見です。はい、じゃあその根拠に至った実際の戦績ですね、話していきましょう。で、その前に、はい、めちゃくちゃハイスピードでスキルのおさらい、より理解度を深めるために挟ませてください。はい、まずこのキャラクター、硬さですね、に関してはもう神器と残影、もうこれが開幕からハギフカでつくんで、もうバリ硬ですね。で、しかもお膳立てとしてメッセが出陣時からつくんで、メッセで耐えてる間に残影の余計をちゃんとやってねということで、ここの部分がレベル上の相手に通用しづらいんで、このメッセが壊れるまでにいかに避けるかが重要ですが、レベル差で負けてるとレベル差補正で、その間に避けれず、残影の硬さ、作りきることができないので、弓章の差がですが、自分がレベルが低いって方ですね。なんかはあんまり弓章をメインの主力にするのはおすすめじゃないですね。はい、ただ、まあ、弓章の中では、その避け機能のくすぶってる時間帯をメッセでお茶を濁すことができるっていう面白い動きができるキャラクター。その上で毎ターン味方を夢中に隠すっていう、まあ、タンク化っていうような
機能がついてます。はい、それプラス冷血によって長老キャラクターや皮肉といった引き付け系タンクに自分の攻撃は引き付けさせないぞと、まあ敏捷値が最高の味方につけるんで、他に弓将が味方デッキにいたら他の弓将に行っちゃうんで、でこのキャラクター反射に弱いんで冷血自分につけたいですね。やっぱりタンク殴りたくないです、できれば高反射率のタンク。あとは火種の効果ですね。まあ燃焼3ターン以上だったらその後殴れば燃焼のターン数は1ターン減っちゃいますが、火種が1ターン手に入ると、まあこれは炎帝だけじゃなく他の味方全部が火種がもらえるんで、主力をより強くできるってとこですね。他の味方の火力アップに貢献できるんで、まあ、燃焼キャラクターデッキに多い方がよりこの効果は強くなっていくと。あと致命無視回数は3回、復帰時にメッセも自分につけるので、一応ここで反射対策なんかもしてるんですけどね。でアクティブスキル、範囲攻撃からの連撃キャラクター、体力値が低い敵のあんまり強くないキャラを連撃していくん でしかも集中攻撃なんで、夢中に隠れてるあんまり育成してないバッファーですね、なんか落としに行くのが得意な連撃で、まあ、ここら辺のテクニカルな動きもナイスですね。冷血でそもそも夢中に引きつけられないし、はい、その上で範囲攻撃連撃どちらにも毒と流血がつきます。この流血に関してはミスってもつけれるんで、残影キャラクターの自滅も狙えると。で毒は言わずもがな、敵のバフを弾く機能があるんで、まあ、敵にバフを増やさせないぞという機能ですね。まあ、ここもオーディンと組むと火傷毒になるんでちょっといいですが、まあどちらも剥がれやすいんで、ちょっと毒はそこまでめちゃくちゃ期待しちゃいけないかなと私は思ってます。アクティブスキル2、こちらも範囲攻撃からの連撃ですね。スキルには HP が低い相手、ピンチの相手を連撃で落としていくと、これも冷血で攻撃引きつけられないのがめちゃくちゃアドバンテージが高いですね。ちゃんと落としたいキャラを落としに行くムーブを邪魔されずにできると。でここでも毒をばらまき、生後の阻害、デキシナジーでかいですねこれ。でスキルには角クリムーブができ、燃焼連撃ができるんで、まあ硬い敵なんかも燃焼のすり抜けダメージで追い打ちができるっていう、まあここバグがあった部分ですが、それが治りましたということで、まあスキルにも火力出ますと。はい、HP 低い相手狙ってこの火力の出方はマジで頼もしすぎるんで、さらっとトップクラスのフィニッシャームーブができるキャラクターですね。はい、という攻守サポート3点揃ったキャラクターということで、めちゃくちゃ有料株ですが、はい、戦績見ていきましょう。はい、でこの表のこの記号の見方としては、丸が炎帝ちゃん目線で得意マウントを取れる、四角がまあ大体普通ぐらい、どちらかというとまあ少しいいかなぐらいですね、炎帝ちゃんが。で三角が炎帝ちゃんちょっと苦手だなと思ってる相手で、罰が炎帝ちゃんが叶わない相手ですね。まず対マン戦、対マン戦で苦手だったのがやっぱり高反射力キャラクターですね。アーグス、孫権、猛角、脅威といった、まあ、反射倍率が高いキャラクターにちょっと反射で自滅落ちしちゃうっていうところがめちゃくちゃ目立ちました。まあ、一方孫権や猛角、まあと脅威ちゃん、はい、からまあレオニダスだとか、まあ、アーサーなんかもそうですねに関してはデッキ戦では長老に引きつけられないんで、まあ、自分が殴りたい相手を殴れるってことで優位に立ち回ることができます。まあ、特にタンクだとレオニダスやアーサーなんかは反射倍率がそんなに高くないので、だったらもう高火力の燃焼連撃でスキル2で殴っていけるんで、まあ、バグの修正後さらに簡単にレオニダスだとかアーサーなんかは落とせるようになりましたね。あと反射キャラクターだとバウン力も嫌でしたね。でバウン力はしかも連撃も強いんでね、このキャラクターで。またエンテちゃんの一つ弱点として状態性が低いんで、撃砕連撃ももろに食らってめちゃくちゃ痛かったです。バウン力ちゃん自体冷血もあるんで、まあ、デッキ戦においてもこの弓将って大体タンクの後ろに隠すんですが、私もアーサーの後ろを隠したんですけど、まあバウン力は冷血があるんでタンク対応もできるんで、隠れようと思っても隠れさせてくれないと。でエンテちゃんの味方を夢中に隠すって機能が裏目に出ちゃって、味方一人隠した上でタンクもすり抜けられちゃうと、かなりエンテちゃんが狙われやすくなっちゃうんですね。なんで意外と連撃キャラクターの標的になりやすいってとこですね。嫌でした。ちょっとこれ団体戦バウン力との映像出してませんが、これは嫌ですね。あとマーリンに関しては得意の風魂っていうのを残影とメッセで避けたり、まあ、メッセによる壁で風魂ダメージをカットしたりして対応可能でしたね。マーリンあんまり怖くなかったですね今回。まあ、基本弓将はマーリンに強いキャラクターかなり多いんで、まあ、今回もそっちの方向に触れてくれてよかったと。あとシユー、はい、シユーに関してもタイマン普通に勝ちますね。まあシユーエンテに限らずタワラトータとか剥がれない残影系キャラクターにタイマン弱いんですよね。まあ、このキャラクター生後全剥がしできるんですが、それで残影が剥がせないと。でしかも生後全剥がしが出るタイミングっていうのは落とした後になるんで、その落とすとこまで持ってくのが剥がれない残影殴っていくのが大変なんですよね、範囲攻撃キャラクターで。最近武将と弓将と防止のアイデンティティどうなってんのっていうような感じになってきてますね。はい、硬い弓将ばかりです。あと範囲攻撃でめちゃくちゃ強いキャラクターでという雪女っていうキャラクターですね。はい、下に書いてますが、これちょっと対マン戦ですね。私のチャンネルで公開している映像だと雪女にボロ負けしましたが、まあ、ちょっとジャスさんの雪女レベルが格上すぎて攻撃普通にヒットしまくっちゃったっていうのもあって、その後レベル同格戦力600万ぐらい上の雪女と別のプレイヤーさんと戦って干渉した結果から、私はそっちを評価としては重視して、対マン戦は同格レベルならまあ普通に干渉するかなと、格上にも勝ったんで。でデッキ戦はちょっとやや苦手ですね。まあ、雪女の極寒からの凍結をつけて
攻撃が必中になる効果が弓章全般に刺さるんで、まあ、それはエンテイちゃんも例外ではないと。ユキオね、やっぱり優秀っすね。はい、あとは弓 vs 弓の戦いですね。アポロやトークン、タワラトータ、スサノオ、コウゲイ、まあ、ここら辺のキャラクターたち見てもらうと大体四角または三角ですね。で、まあ、ここにも書いてある通り、弓章同士の戦いはレベル差でマウント取ってる方が勝つんで、大体トークンだとかスサノオだとか、まあ、コウゲイなんかもそうですね、レベル差で勝ってるとかなり勝ちやすいと思います。で、特にコウゲイに関しては玉壁耐久が得意なキャラクターですが、燃焼がちゃんとバグ改善したんで、すり抜け系ダメージですね、しっかり出るようになって、まあ、攻撃なるべく細かく攻撃受けて、細かく玉壁を無限に発動して長く生きるってキャラクターなんで、一撃重たいキャラクター苦手なんですよね。で、攻撃の火力もこっちの遠程目線だとあんまり怖くなかったということもあって、まあ、必中連撃が嫌なんですけどね。あと軽眼も、出来戦においては攻撃軽眼なんで、せっかくこの遠程ちゃんが味方無中に隠しても軽眼で殴れるっていうのもあって、出来戦だとちょっとやっぱり出来シナジー上手ですね、このキャラクターは。あれで、タワラトータとも開幕からの剥がれない残影同士の泥試合ですね。で、特に怠慢だと避けられると火種稼げないんで、ステータスも上がらず、タワラトータ幸運でステータス上がるんですよね。なんで臨床負けを起こしてスキル2がクリティカル連撃が出せなかったりっていうところが難しいところですね。まあ、アポロなんかもそうですね、幸運ついてて臨床負けする可能性があると。あと、なんといってもタワラトータ流血耐性もあるんで、デッキ戦においてもミスってもつけれるはずの流血なんですが、タワラトータには通用しないんですね。弓章を流血つけて自滅に追いやるのが難しいと。トークンなんかは逆にミスっても付与できる流血で、反射キャラクター殴らせて落ちてもらうみたいな流れ持ってきやすいですね。で、対スサノオに関しては、デッキ戦において、まあ、スサノオとよりはアポロですね、と組まれると嫌だなっていうところですが、剥がれない残影のアポロになっちゃうんで、まあ、ただでさえ対マン戦でも、剥がれる残影のアポロでも、エンテイちゃんの場合、燃焼をつけた後もう一回殴らないと、生後剥がせないんで、残影剥がすまでに時間かかるんですね。で、その間に、まあ、火力勝負だとアポロの方が断然上なんで、負けると。ああいう感じで、まあ弓はどっこいって感じですね。そこまで弓章の中でインフレを起こしたというような印象ではありませんでした。はい、あとやっぱり嫌だったのが卑弥呼ですね。この道連れ反撃がマジで痛すぎて、もう怠慢ではこれで落ちちゃいますね。はい、で、道連れ反撃といえばオデンちゃん。オーディンに関しても強力な道連れ反撃で、怠慢戦では歯が立たず。で、オーディンに関してはデッキ戦においても、このキャラクター、怠慢戦においても必中攻撃もできるんで、まあ、残影キャラとしてはもう勝ち目がないぐらい差がありますね、オーディンとの戦い。で、あと武将で言うと、タケミカちゃんですね。なんか同じ必中キャラクターですが、そこまで痛くなかったですね。で、また流血ばらまくことでミカちゃんの得意な味方の回復も邪魔できますし、ミカちゃんにもガンガン火力通してましたね。あいとして、まあ、戦績結果こんな感じで出ましたが、まあおおよそ良好かなっていうとこですが、普通に強かったです。まあ、特にデッキ戦の方が丸と四角綺麗に立ち回ることができる可能性の方が高いという感じで、はい、もうあとはやっぱり最初に話したここですね。ここがあれば普通に強く機能できるキャラクターってことで、はい、最初に話した4条件ですねに当てはまるキャラを持ってるかどうか今一度見直してみてください。弓パ作んなくていいとこがいいですね。で、また自分こういう状況なんだけどエンテイちゃんどうなんですかねみたいな質問ですね、コメント欄なんかに書いてもらえれば、まあ、私だったり有識者の方が回答してくれるかもしれませんので、お気軽にコメントなんかも書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。